風水害、地盤沈下、騒音、交通麻痺などで苦しんでいた東京下町の金井工業や零細企業から脱皮し、玩具を近代産業として確立するための団地づくりである。年間672億円の輸出実績を上げ、日本経済のため大きく貢献している玩具をさらに発展させるためには、中小企業が団結し協働し、日本玩具界を盛り立てていかなければならない。この団地はその成功の一例である。団地を走る立派な幹線道路、整然と区画され広々とした用地と完全舗装の道路、総面積72万平方メートル、フロンティアスピリットに燃え3年の歳月と約20億円を投資してこの玩具団地はできたのである。昭和40年創業開始以来、現在製造メーカー10社ほか31社が参加している。組合が経営する共同倉庫も完成。さらに日本玩具界の力を総結集するために作られた日本玩具技術研究所、将来ここがおもちゃ研究の中心となるのだ。